バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるわ。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターマーマーのひよこです。今夜のバニラスカイ、先週よりもだいぶ声が戻っておりますね。よかった。皆さん聞きやすい声になっていますか？とはいえですね、やっぱりまだちょっと声帯が腫れている感じがね、はい、もう声にも出ている。まあね、体を酷使しますとね、どこかこうガタがきますけれども、かばいかばいね、これでもやってきたんですよ。なんですけれどもね、やっぱりこうお疲れのご様子のようこのかわいいかわいい大事な大事な生態ちゃんでございます。皆さんこの秋ね、まあ、沖縄も鹿児島もちょっとずつやっぱり寒くなってきておりますが、のんちゃんはですね半袖を着ていましたが、まあ、そのお預かりいただいた保育園さんでね、のんちゃんだけですよ半袖と言われておりました。そんな1歳半もまだまだ半袖で元気いっぱいな今夜でございます。1曲目、皆さんと一緒に音時間過ごすのにこの曲を選びました。秋といえばハイキング、そう登山ということで、ハピネスというねめちゃくちゃ素敵なタイトルにもなってます。陽子でハピネス。ここでハピネスでした。いやね、この1週間私はね、歌うことがちょっと難しいという声だったんですけれども、ありがたいことにと言いますか、ほんと久しぶりに10月29日から4日までは、まあ、歌のお仕事も先生はありましたけれどもね、それ以外のその人前でのねアーティストとしての歌のパフォーマンスっていうのはなかったんですね。でこの5日間ぐらい5日6日空いているそのステージがないのがね、まあ、久しぶりだったんですけれども、まあ、スケジュールだけ見てるとね、あ寂しいなって思ってたんですが、28日も朝確信してしまったので、あ今日3つステージがあるけど、持たないかもなって、やっぱり自分の体なのでね、こういう風に枯れるまでは酷使しないようにしているんですけれども、まあ、いろんなタイミングが重なって、本当は22日の宝山ホールコンサートで声が出なくてもおかしくない状況だったのが、いろんな方のおかげでね持ちこたえたっていうのが本当の私の言い訳なんですけれども、そうするとねやっぱりこう音楽の神様ありがとうっていうね、私もなんというか楽観的というか反省しないと思われるかもしれませんけれども、ありがたいことがねありまして、というのはその歌の本番がないと私もお仕事ができない、あ稼げないどうしようってなるところが、お料理教室のお仕事いただきまして、お料理教室のお仕事というか10月から3月まではね毎月2回
リクシル鹿児島サマーでキッチンのプロモーションイベント、ヨーコがお料理作りますっていうヨーコママキッチンが開催されております。それとヨーコちゃんおばんざいしてっていうね、あの女性たちのなんていうのかな、あるいはガールズバー、ヨーコがいればガールズバーみたいなね笑うとこですよ皆さん。まあね、その女性たちのバーでヨーコのお料理を振る舞ってというね企画がありまして、でまあそこでねヨーコも元気もいただき、声がたとえねこう出なくても私が私でいればいいんだっていうね、本当愛され方をね皆さんのおかげでめちゃくちゃ感じて、さらに感謝に堪えない、そんな1週間でございました。本当今週もありがとうございました。そして皆さんリクエストをいっぱいヨーコのために送ってくださいね。お待ちしてます。話は変わりまして、ヨーコの近々のイベント情報をお伝えしたいと思います。11月11日12日は日置市にありますチェスト館でヨーコ投げ銭ライブ、まあ、ストリートライブ開催となっております。この2日間はですね、大収穫祭ということで地産地消のお野菜やお弁当など新米販売とね、もうとにかくいつもこのチェスト館はねにぎわっているんですけれども、この大収穫祭ももっと朝早くからにぎわうということで、ようこおと時間皆さんとご一緒したく、楽しみに伺います。そして11日土曜日の夕方からは熊本県球磨村に移動しまして、ハーレーダビッドソンのミーティング、そのねイベントでね、ようこまたもう九州はようこがね来ないといけないだろうというねすみません、ちょっとねざっくりな言い方でございますけれども、本当もう九州のミーティングはヨーコがね絶対来て盛り上げるでしょうってね、もう多くの方に可愛がっていただいて本当感謝ばかりなんですけれども、今回の熊村もねヨーコも楽しく歌わせていただきます。そして12日は午前中は今ねお伝えしたチェスト館なんですけれども、夕方からはセンテラスへ移動しまして、セルモグループ様のセルモの日、ヨーコも歌で皆さんのことをおもてなしいたします。ぜひね11、12も遊びに出していただきたいんですけれども、まだまだようこのイベント続きますよ。11月25日は総務田小学校100周年ということで、ようこは司会と歌で盛り上げます。そして夕方は山形屋の最上階のレストランでのワイン会、8000円なんですけれども、もう美味しいワインをね、そして今山形屋さんではね日本一のフランス料理の日本一になったねシェフもいらっしゃいまして、1月には世界大会、そしてなんとそのシェフはですね私と一緒に垂水市を盛り上げてくださってます。垂水大使ということで、詳細はね私の SNS でねまたちょっとアップしますのでチェックしていただきたいと思います。まあ、そんなこんなでまだまだまだイベントは続くんですけれども、ちょっとざっくりご紹介したところになりますね。でね、ヨーコは12月もまたね皆さんのなんていうのかな、この2023年もありがとうっていうのをね盛り上げるという風になっておりますけれども、ぜひお見かけの際にはヨーコとかね、そして沖縄にもお呼びいただきたいです。お待ちしております。まあ何なんだろうな、このハッピーサイクル、本当音楽の神様愛してくれてありがとうという気持ちでね毎日毎日過ごさせていただいておりますが、 SNS にねちょっとねインスタのストーリーにあげたんですけれども、昨日ね、あそう、実は花束っていう新曲をね、合唱アレンジというより合唱曲としてもともと発信しておりましてね、それで、ピアノとね、まあ、コーラス部分とでこうアレンジが加わっていて、で今回アルベルト・ピッツォさんがピアノを演奏してくださって、ピアノの方もねアレンジしてくださいまして、でそこにコーラスもねアレンジしてくださってたんですけれども、そのコーラスを元に今回はちょっと石井ではなくヨーコがね監修しておりますコーラス、
こういう風に歌うとこういう風に届くんじゃないかっていうことをね、もう妄想し続けて、ちょっと今日はね頭がパンクしておりますよ。そのくらいね大事に大事に届けたい一曲花束なんですけれども、この間のホールコンサートで披露した時に、陽子さん花束よかった、どこにねその楽曲あるの、 YouTube どこで上がってるって、iTunes どこで発信してるのっておっしゃっていただいて嬉しいんですけれども、まだ未発表曲なのでね、皆さんのお手元に届くように今からみんなで楽しく頑張っているというところなんです。まあ、それはねちょっとお楽しみにしていただきたいんですけれども、合唱アレンジをした時にやっぱりさ、こう頭の中で歌ってたりレコーディング簡易的にしていない時にはどんな響きかなって思った時、昨日ね娘にね、花束こういう風にしたんだけど聞いてくれるって言ったら、うんって言って、でまあアルベルト・ビッツさんからいただいたコーラス案のデモは娘が歌ってくれててね、でそこからまた私も私なりにこう表現したかったからっていうこだわりをちゃんと足して、まあ、今完成したんですけれどもね、まあその娘がちょっとママじゃあここ私歌うからこっち歌ってって言って、おーと思ってさらっと一緒にね歌ってくれて、でそれを医師に聞いてもらって、そしたらあよかったねいいじゃんってなって、もうねそのねなんていうのかな、こう愛のあるね、うん、作業なんですよ。思いやりしか溢れないその音楽の作業ってめちゃくちゃね力になるんですよね。あーよかったこれを作って間違いじゃないって、そういう思いをね馳せながら私は台所でね晩ご飯を作っておりました。そしたらね次女のねのんちゃんがね1歳半ののんちゃんがまあまあおお溶けたみたいなそんなハッピーなねことがございました。そんなね日常をもっともっと色濃く皆さんに音時間で発信していきたいと思います。ではこの曲をお聴きいただきたいです。陽子でシャイニー。あなたの想いを空を越えて届けよう、今年もいよいよやってまいりました、クリスマスシーズン到来。もうとにかく私はクリスマスが大好きなんです。皆さんの笑顔があふれる街中がもう大好き、そしてイルミネーションに込められたいろんな思いをね勝手に感じ取ったり勝手に発信してね、もうそういうなんていうのかな、もう恋愛模様だけではなくて愛情が浮かび上がって街中がハッピーハッピーしている、このこれからの寒い冬好きです。ぶっちゃけ冬は苦手です、夏派です。ただねただですよ、もうねサンタクロースラブなんですよ私。もうどんな男性がタイプですかって言ってもサンタさんでしょ。え皆さん違います？プレゼントくれるからとかじゃないですよ。ちゃんとちゃんと愛のある男ですからねサンタさんまあサンタクロースに対してね
勝手に熱弁始めたらね、もう割り出すから終わった後、ひふみさんのコーナーまでね奪い取っちゃうことになりますのでね、まあ、今日はこの辺にしておきますけれども、子供たちいい子にしてたらプレゼントがもらえるとか言うけど、もう今の子たちってさ、そういうことをは何言ってんのみたいなね子がもっといるかもしれません、私の時よりもね。ただいい子にしとくんじゃなくて、自分自身をちゃんと愛している、自分を大事にするということがね、何よりもいい子の条件なんじゃないかなと最近私は思います。僕は僕なんだ、私は私なんだ、そう思った時にね、相手を傷つけることっていうより、相手を大事にしてあげる、そういうのがね本当に大事な優しさであったり強さなんだなっていうのをね、気づいている子がいっぱいいるんじゃないかなって思います。なのでみんながね、もし困って寂しい時、苦しい時、誰にもね、こう誰にも頼れない、どうしたらいいんだって思った時にはよく思い出してほしい。そういうお母さんでありたいなって、自分の子供たちだけでなくてね、そういうママアーティストでいたいなって思いますのでね、この放送を聞いていて困っている方がいらっしゃったら大人の方も大歓迎です。ヨーコを頼ってくださいね。それがサンタヨーコであることかなと、はい、今年も思い直しております。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。ヨコはですね、いろんなラブソングを作る中で、最近失恋ソングとか片思いソング、あとなんていうのかな、こう意地悪めいた歌詞、まあ、そういうのはちょっとね苦手だなと思っておりまして、まあ自分がそういう今タイミングじゃないからとかね、そうなんていうの、まあ結構さ、アーティストってさ、こう自分が今こう思ってるからこれを歌詞に載せようとか、この曲を通して、まあ、社会風刺だったりとかね、まあ、そういう風に楽曲を扱われることが今までの歴代の先輩方もね多いんですけれども、別にね、ヨーコはたとえ片思いをしたとしても、あ、これを聞いた意思がはーってなっちゃうけどいやね、なんか片思いをしたとしてもさ、今はそういう曲が私が歌って必要なのかなって思うくらい、まあ今の例え話ですけどね、私が歌って皆さんが聞いてどうなるのかなってね思って一番避けてきたこと、だからカバーアルバムスターズ2をねリリースするために間もなくクラウドファンディングを始めようとしておりますけれども、まあそのなんていうのかな、こうカバーの曲でヨーコが歌って、あ、ヨーコバージョンも良かったなくらいでいいかな、失恋ソングとか片思いソングって思ってたんです。だけどまさかの素敵な私がね慕っている大好きな女性から、ヨーコそういう曲ヨーコも歌うべきだよって散々言われてたんだけど、ちゃんと聞いてなかったんだよね最近いや最近じゃないな、ごめん、言葉って難しいよね自分で言ったことを自分で今すごく言い返してる、訂正してるけど、まあとにかくね、私が女であるということ、女性である、そのなんていうのかな、セクシーさとか、もどかしさとかそういうのも反映させた、ごめん自分でセクシー言ったけど、まあ、セクシーじゃないよ、ないけど、まあ、女性らしさね、まあ、そういうところがねこう反映される楽曲、まあ、一曲ね作らんといかんなと思っております。まあ、今のヨーコはさ、よし頑張るぞおーみたいな曲とか、あと、もうそんなの私じゃない、これが私なんだっていう、応援ソングとかね、あとみんなが平和でハッピーでありますようにという願いをかけたラブソングとか、まあ、そういうのが私だなって思っちゃうから最近ちょっと避けてきたんですけれども、ここで一曲、みんなが泣いてくれるようなね、涙してくださるようなそんな、ラブソング、甘い失恋ソングをねお届けしなくてはいけないのかなと、久々にそういう新曲バラード取り組もうかなと思っております。でね、今ちょっと泣きながらってちょっと自分で言ったんですけれども、
この間の宝山ホールコンサートでもね、最初から最後までなぜか涙が出たのよって、どの曲聴いても泣けてくるのよって、あーって聴いてくださってる、応援してくださる皆さんがいかにいい人かっていうことですよね。まあね、私は本当に恵まれてるなって思うんですけれどもね。まあそんなこんなで、陽子は最近この曲もみんなで一緒にウォー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 という感じでね、そう発信しております。初めての方も声高らかに腕を掲げて一緒にお付き合いくださってます。陽子でライフ。前であったりとか、自分の気持ちこう思ってるけど後でどこかで愚痴ればいいやとか、まあこの人にはこの程度でいいかしらみたいなね、学生以上にねそういう関係性が目立つのかもしれません。ただね、私はそういうことを言う人とか逆に見抜く人にはね、というかな、縁遠いっていうのもあります。なので私自身がまあ嘘をつかないようにしていたり、ごまかさないように、だからね、陽子と親しい人はあってバレるまあそれもねどうかと思いますけれどもね、自分に嘘をつかない、あと相手に嘘をつかない、失礼なことをしないようにしていたとしても、相手が失礼だと思ったり、逆に私を陥れたいと思ってたらね、好意も届かないわけですしね。まあ、いろんな人たちがいますけれども、私もその一員でございますけれどもね、人間である以上。ただ本当、人を傷つけようとしてね動くっていうのはね、許せない行為だなっていうのはね本当に思います。それが家族間であったとしたら、なおさら逃げることがねできない人も、大人も子供もいるでしょうし、じゃあそれが社会、会社の中であったら、それもね、逃げようと思っても逃げられないっていうね、ことになる。じゃあ誰がどうやってっていう時に、本当ね、自分自身が自分を守るっていう、その一つ声を上げる、一歩踏み出す、そういう何かこう力になることが音楽でできたらっていうのもね、最近ちょっと思うんですよね。だってさ、助けてあげたいって、いくら知り合いでもね、助けてあげたいと思っても周りが言ったって本人が動かないと何も救ってあげれないっていうことは、多くの方がね、経験されていることではないかなってちょっと思ったりもするんですよね。だから私はそういうアーティストになりたいなって、宿命だと思って動くくらいね、私は今からこう年齢は重ねていきますからね、年齢を増した陽子がこの曲を歌ってこうつながった、こう助けることができた、そういう一曲をね、私も作っていけたらなと思います。勝手にそう思ってるだけだって恩着せがましくなってはいけないんですけれどもね、まあ、こんなこと言ってると、さっきお話しした失恋ソングや片思いソングから遠のいてしまいますけれどもね。まあ、今お聴きいただいてます、ダイアリーという曲もね、とってもね、こう、あ、この言葉、この雰囲気、あ、今あなたのところに届きましたねっ
ていう風にね、私に目に見えてね、音が飛んでいく、声が透き通った、ごめん透き通るんじゃない、声が浸透していく、そういうのをね経験させてくれた大事な一曲でもあります。皆さんがねもっともっと自分らしくハッピーであるその日常に、ヨーコも少しでも皆さんの役に立てるような音時間発信していきたい。ヨーコはヨーコだからこそ、来年はヨーコ年という形でね、まあ、1月2月3月暇なんですよね私たち。この間司会でもお世話になってる、パーソナリティでもご一緒している辻恵子さんとね、1月以降暇だよね、だから今頑張ろうねみたいなね話になっていたんですけれども、来年はヨーコ年で攻めまくりたいと思いますので、皆さん覚悟しててくださいね。今以上に、この後ひふみツアーです。ひふみさんよろしくお願いします。来年こそ絶対沖縄に行ってやる。では皆さん今週もハッピーで過ごしてね。せーの、バイバイハッピー。